なんか魚がいるのかな。この潜望鏡で見るとスクーナーの横ら辺にドライトリューガー、メジロザメがいるのかな。ちょっと行ってみましょうか。戦利品も結構海に落ちてることがあるんで、このマークですね、今真正面に見える。ナンパ船の積み荷が漂ってる、はい、金属です。これがなんかいろいろアップデートに使えるみたいですね。あそこになんか、あー、ここになんかいるみたいですね。ちょっとやってみようかな。魚、当てれば新鮮な肉が手に入るぞ。どうやるとトップスローを下ろせ。ああ、これでスタート、狩りの始まり。おお、上半身裸になってる歌ってるな、かっこいいな。あれが獲物だ。え、ああ、これやってんのか。ほら、しがみつけ。どうするんだこれは。んー、しっかり捕まれ。ほら、あそこだ。うわぁ、えぐいな。はぁ、新しに命中。ロープを引きちぎりやがった。え、見えないな。どこ行っちゃった。見ろ、下げんだぞ。え、どこ。あ、いた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 。ロープは大丈夫だ。危ない。離れた。なるほど、これでまた海に上げました。もう限界だ。おお、かわいそう。えぐいっすねこれ。あー、これで釣れるんだ、でかい。これは何になるんだろう。よくわかんないけど、とりあえず取れたみたいですね。成功したみたいです。へー、で結構この左下のマップですね、レーダーがかなり重要な感じです。この真ん中にある線っていうか、これが今一応風の向きですね。今向かい風なんで多分遅くなってるのかな。ちょっとここら辺もよくわかんないんだけど、あー、なるほど、レベル2あんま意味ないですね。これが今全速力の画面ですね。あ、すごい遅い。というかちょっと天気が荒れてきましたね。で、こう海をただ漂ってるだけでも楽しいですねこれ。一応マップなんですけど、ほんと広いんでこんな感じですね。まだ全然ここら辺しか探索できてないというか。いやー、これはちょっと広すぎるから大変だな。いや、楽しみですね、いろいろと。ちょっとまたもう一隻ぐらい沈めたいですね。わあ、すごい霧だ。天候が悪いですね、相変わらず。左舷、ナンパ船の積み荷だ。はいはい、なんか光ってるのありますね。はてな、すべての方に風を受けるんだ。何が光ってるんだあれは。なんか船みたいですね。なんだ、密売人のアジトみたいです。どうするんだろうこれ。とりあえずちょっと見に行きますか。まあ、こういう風に舵を離すと勝手に錨を下ろして停泊してくれるんで、その間にこう島を探索するみたいですね。よし、じゃあ行ってみたいと思います。どういうこと、ここから入ってくるのかな。ああ、なるほど、潜入系ですねこれは。どうしとくか。誰もいないぞ。
よいしょ。隠滅人で、お、いかん。どうしよう、あっちから。あ、やばい。見つかった。何やってるんだろう。とりあえず倒してきますか。あれ。いた。おお。あらわしい。全然アサシンじゃないですね、これじゃ。あれも倒しとこ。ああ、いかん。見つかっちゃうやん。危ない。てめえ、その人引っこ抜いてやるぞ。完全にバレてますよね、これ。そうだな。突っ込みますか。あー、熱い。燃えてる、燃えてる。あー、熱いな。ここに宝箱ありましたね。あ、違う違う。なんか操作がうまくいかないな。あー、ラム酒30個。ラッキー。結構美味しいですね。あー、また見つかってる。これも倒しちゃいますか。よいしょ。ついでに拾っときますよ。あ、ここにも宝箱がいっぱいある。よいしょ。雑だな。よし。おお、いらないやつですね。こんなとこなのかな。はい、宝箱。あ、砂糖30個。結構手に入りますね。これで一応全部取ったみたいですね。ないですよね。あんまりでかくないですね。帰りはこの船で、船に戻れるみたいです。よし。ん？あれ？敵が。おお、いきなり戦闘になっちゃいましたね。